始めちゃった。こんばんは。やっほー。寝てた。おはようございます。夕方くらいから寝ちゃって眠くなって、いや眠くなった時に寝るのが一番気持ちいいよね。そうなのよ。いい眠りでした。だからちょっと寝起き感、寝起き感やばい。頑張って寝起き感を隠そうとしてるんだけど、あれじゃない、血色が悪いからじゃない、チークとか塗ってみたら。わかる、チークとか塗ってみたらさ、血色感が出て、なんか光じゃない。なんかさ、あとちょっと今エアコンの温度1個下げた。エアコンってこれ、私さ19年間生きててもさ、なんかエアコンの温度と冷暖房のなんか違いがよくわかんないんだよね。ねえ、よっこらよっこら。皆さんいかがお過ごし。私さ連続4公演本当に頑張ったんだよね。えらい。そう、ちょっとね、あれですよ、みんな個人でメールとかで言ってるかもしれないけど、体調がみんなちょっとあれかもね。喉がさ痛いとかって言ってる子もいたりさ、今日ね、リカさんとサーヤの配信とかもサーヤがちょっとねあれだったりで、配信ね出なくなってたんで、だからそう、多分結構ちょっとね、そんなに重ためではないけど、若干みんなあれかもしれなくって、どうしたらさちゃんと顔に光が当たるの、これ眠りできない。なんかだって下からさ、もうお化けみたいでしょ。ああ、でも私は今のところ大丈夫です、元気、普通に。そう、でもやっぱりコンサートまでももう1ヶ月切っちゃってて、でちょっとなかなかね、まだ間に合うのかって心配しちゃう。これは果たして間に合うんだろうか、大丈夫なんだろうか。まあそのコンサートのリハーサルだけじゃないからさ、いろいろやらなきゃいけないことがね、えちょっと急にドタバタしててあれなんだけど、まあ体調ね、みんなが治ったらいいなっていうのと、私も急に悪くなったりしないといいなって。私はまあ免疫とかは多分、免疫なんだろう、ウイルス系には普通に他の人と同じようにかかるけど、まだなんかその乱れ、体調なんていうの、こういうなんか、え、なんてあるよね、そういうのとかは大丈夫な方だと思っているけど、どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。まあ暑いもんね、暑いし、なんかジメジメしてたりとか、あと低気圧って言ってるね、みんな。私低気圧とかもまあ大丈夫、偏頭痛とかも起きないから大丈夫なんだけどね。でもそういうのね、持ってる方からしてみたら大変なあれだからね、みんな気をつけてっていうしかもなんだけどね。皆さんもちょっと体調管理とかね、まあ万全にしててもなっちゃうときはなっちゃうしね、心配。生誕祭楽しかったです。え、ありがとう、嬉しい、ありがとうね。でもね、多分もうこれ多分あれだけど、
昼夜4公演っていうのは私はちょっともう無理かも。もうね、なんかもう本番中とかはアドレナリンでなんとか乗り越えるんだけど、その終わった後というか前後ですね、本番の前後がやっぱり来るんですよね、体にすごい。そうなんか、そうそうそう、いやあのね、なんかね、まあ人にもよるって言ったらあれですけど、なんかこう見えて私結構気合い入れて公演やってて、はい、あの毎回死ぬ気で一公演一公演をやってるから、そのもう死ぬ気かける4ってことなんですよ。だから本当にもうほぼ死、なんかそうそうそう。ちょっと言い方めっちゃ悪いな。でもそのくらいかけてやってるから、だからなんかなんだろう、4公演でなんだろう、4公演目がめちゃめちゃなんかこうなんか質が落ちてるみたいなのがすごい嫌だから、そうなんか全部さ全力でやりたいじゃん。だからなんか妥協は絶対したくないけど、でも4公演って言ったらやっぱりなんか体力の配分を考えざる得ないみたいな、なんかそこら辺もすごいって。だからなんかその公演をみんなでなんか良いものにしようって思うんだったら絶対スケジュール的に4公演は無理なんだなっていうのを、私はリバイバル公演を今回自分が4公演やったの初めてだったんですけど、そうだからちょっとこれは難しいですってそう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 思った、なんか言っちゃったしスタッフさんにも、うん、なんかやろうと思えばねやれなくもないんだけど、やることはできるんだけど、その一番みんなのその最高潮のものが4公演全部でそこまで持っていけるのかと言われたらちょっとね、うん、そうなんですよ。私さんには話しましたね。だしメンバーもまあこれだけじゃないと思うけどね、リハーサルとか重なってたりとかするのもだと思うんだけど、そう結構リバイバル公演本当にあの抜こうと思えばまあ抜ける、言い方悪いけどね、でも曲的とに特急的とかに曲的にもなんかすごい結構全力で踊ってる、もうフルマラソン状態みたいな。私フルマラソンしたことないけど、まあマラソン自体なんか持久走みたいな、もうすごいね、結構そんな感じ、体力勝負な公演だからやっぱり体調管理とか、そうそう、うん、まあでもいろいろね事情があるんです、その公演もなんだろう、きっとこうなんていうの、いろいろ大人の方もいろんな数字とにらめっこしてね組んでくださっていて、ただでもそのメンバーへのこうなんていうの、体力とかこう体力的な身体への不安、不
そう、なんかでそれはちょっと数字で測れないからさ、そこの数字をにらめっこはできてないんだろうなって。だからまあね、ふう、バラさんありがとうございます。そうでも生誕祭はね、本当に本当にありがとうございました。すごくすごくなんか感動しちゃったのお顔も可愛い。本当なんか目が眠そうじゃない。嬉しかったです。カラオケは未だに行かないですか？行かないですね。でもなんか昨日そう思ったんだ、私今度一人でカラオケに行ってみようと思って、そうひのちゃんに聞こうと思ってたんだ。一人でカラオケに、なんかカラオケにまず行くのも、ちっちゃいもんのメンバーたちが行った時とかは一緒に行ってたりとかもしたんだけど、最近本当になんかもうそうだからさ、私のさその友達がさ同い年の子もいないし、1個上も2個上もさいなくなっちゃったからさ、本当にそう遊ぶ友達ないんだよね。でもなんか一人でだったら歌えそう、なんか人前で歌うのはちょっと恥ずかしいんだけど、でも一人でだったらいけそうだから。え、ね、カラオケってさでも結構さ個人情報書くよね、なんかそういうイメージなんだよね。住所とかさ電話番号とかさめちゃめちゃ書かない？まあホテルとかもそうか。あれはなんでなの？何かトラブルがあった時のため？嘘ない？嘘ないの？なんかソフトクリーム食べ放題のところがいいなソフトクリームと、うん、ソフトクリームがあったらいい。アイスがあるところに一日中入り浸るっていうのはめっちゃありですね。だってなんかまあカラオケをなんか居場所としてなんて言ったらあれですけど、もうね一人の空間で、でもなんか家だとちょっと違うなっていう時とかカラオケに行けばいいのかって。だからなんか私もしかしたら5月4月とかは一人回転寿司にハマってたけど、一人カラオケにハマるかもしれないと思って。そうもしかしたら。あ、なんかねカラオケからの配信ね NCT は多分ダメなんだよね。なんか AKB さんとかはねあのあれなのかな、いいみたいな、あいいいいっていうかなんか場所があったよねそういう、え、わかんないやでも NCT はねカラオケからの配信はちょっとダメって。回転寿司の季節は終わったの？終わってはないんだけど、その今月というかの目標が食費をなるべく浮かそうという、そういう目標が自分の中であって、そうでもなんかねお誕生日の時に結構そのスタバのギフトカードをいただいたのでLINE ギフトとかでなのでスタバは行こうと思ってます。まだ何枚かあって嬉しいんです。そうスタバのギフトカード使おう。カラオケってさどのくらい？多分さ一日中入り浸るとかそのだとなんかあれだよね、無制限みたいなのがいいよねきっと。ひなたともう回転寿司行かないの？え、行きたい行きたい、ひなたさんと行って。
行きたいです。そう、スタバの今やってるレモンフラペチーノ、私結構好き、ダントツかも。いや、わかんない、でも去年の夏くらいに出てた、なんだっけあれ、なんか結構さっぱり系のやつも美味しかった。ミュミュと飲んだんだけど、なんだっけ忘れちゃった。でも夏に出てたね、フルーツ系のやつが美味しかったんだよね。そんなに私めちゃめちゃ感動するほどのものにそんな出会わない。え、なんかなんだろう、あ、うん、まあまあっていうのはよくあるじゃないですかめっちゃ失礼。でも今のレモンのやつなんかめっちゃ好きで、味がすごい好きだった。でもね、今のやつねめっちゃカロリー高いよ。もう普通にもう400何カロリーもあれトールサイズでしますので、お気をつけてなんだっけ、去年のスタバの、そんなに別にスタバオタクでもないからちょっとねわかんない。でもスタバの新作絶対もう伸びに、なんかもう発売日に行きますみたいな人いるよね。すごいすごい女子。次は桃らしい。え、桃いいな、桃いいね。でもなんかスタバってやっぱりなんか高いけどさ、スタバ飲んでるだけでなんかテンション上がりますよね。気持ちへの栄養がすごいあると思う。桃いいな。そう、なんかフルーツ系がめちゃめちゃ美味しいっていうことに気づいて、そう、なんか最初から最後まで美味しいのってなかなかないなって。やっぱ最後の方になると結構氷氷氷氷って感じなんて、なんかもう氷がすごいかなっていう感じなんだけど、でもフルーツ系は結構最初から最後まで美味しいイメージ、印象です。そういう感じ。こんばんは、こんばんは。くしゃみ。あら、こんばんは。昨日夜中にお腹が痛くなって、僕はお腹が、ああ流れてっちゃった。痛くて僕はお仕事お休みしました。あらら、お大事に、ゆっくり寝て。私の配信というよりか寝て、気をつけて。寝るのが一番、多分お腹冷やさないようにして寝てください。おやすみ。ハートありがとうございます。ハルルンもゆっくり休んでほしい。ありがとう。でもね、今日めっちゃゆっくりしてたんだよ。そう、大丈夫なのかなっていうのはあるんだけど、まあ、ゆっくりしちゃってたんですよね。そうなんですよ、まあ、しょうがないんですけど。ハートありがとうございます。うん、そう、昨日私 ZOZO タウンヘビーユーザーなんですけど、お外でお洋服買うのが苦手すぎて店員さんに話しかけられるのが苦手で、だから ZOZO タウンをヘビーユーザーなんですけど、昨日セールをしていて12時までだったんですよ、そのタイムセールが。で、あ、このチャンスって思って、今まで気になってたものとかがいろいろ安くなってたんだけど、でも気づいたら寝落ちてて起きた時には1時とかだったんですよ。
つら。うーん悔しい、終わった。でもこの前届いた ZOZO の購入品があったんだけど、買った2日後とかにめっちゃ 30% オフとかされてて、ワンピースを買ったんですよ、ピンクの。あんまり最近ピンクとか、一番好きな色はピンクなんだけど、ピンクあんまり着ないから、でも着やすそうな可愛いワンピースがあって、あ、これはこれはいいと思ったのに、すごい安くなっててめっちゃショック。結構こういうの本当に根に持つタイプで、うわだってこういうのさ、きっとさ、一生涯ので合計したらさ、なんか結構その特存っていうか、なんていうの、そう、得できる可能性があったところを逃した特存と勝手に呼んでるんだけど、で結構かさむと思うんですよね。ショックです。でも購入できた、そうだよ、届いたよ、可愛かった、写真で見るより可愛かった、買ってよかったすぎる。でもあと数日待てばさ、ね、そうなんですよ。暑いね、ほんとなんかジメジメする暑さだよね。で配信の画面私暗くない、なんかこれててんてんてんててん、てれんてれん、これでちょっと明るくなったかしら。目が乾く、シパシパシーパ。今日もリップかわいいですね。リップのかわいさわかるんですか？かわいすぎて夢の中にいるみたい。よく言いますよ。チークもかわいい。あ、そう、これね、みゆみゆがね、誕生日プレゼントにくれたチークなんですよ。嬉しい。ちょっと重ねて塗っちゃおう。そう、最近チーク難民だったから、公園でも最近ね使ってる、昨日とかも使ってた。ありがとうみゆ。あ、そう、まつげもね、今日はね、またななみからもらったマスカラをつけてた。ありがとう、ななみ。ちょっと聞いてみたいことがあるのでオフライン行きますね。え、なんだろう、待ってるね。え、おしゃべり会もそうだね、29日に今月あるので、初の9枚目シングルのが
楽しみ。今回からね、八部制になるから、八部かって。朝1時間早くなるんですよ。ね、セーター T シャツぜひ着てきて。でもね、公演の時にもめっちゃ着てきてくれてて嬉しかった。なんかさ、私さ、思ってることがあるんだけど、公演でその生誕祭の時により実感したというか、なんか私って意外ともしかしてサイレントファンの方ちょっと多い、なんかわかんないですよ。でもなんかね、公演で私のこう生誕 T シャツとかグッズとかね、なんかサイリウムとか持ってくれてるけど、おしゃべり会とかにはあんまりお会いしないかなみたいな。そう感じますか？隠れ村民多い、もしかして。なんか公演専門みたいな方かな。そうそう、一対一でそんな直接は話さないけどみたいな。でもね、通常公演の時も結構いらっしゃったりするんだよね。だからあれあれみたいな。そう、もしかしたらさ、私がそのツイッターとかはね、こうツイッターと結構そのなんていうの、おしゃべり会とかでなんか一致したりするんですよ。あのツイッターの方がこの方かって。そう、劇場行くけどお話し会行ったことない。やっぱそういう方もいっぱいいるよね。でもなんかそのよく来てくださるファンの方とかともなんか話してたことあって、そうそう、公園でさ、なんかあれハルルン推しっぽいけど誰、初めてお会いするかもみたいな。あとなんか結構ナナミにも言われた、なんか生誕祭はるかのファンの方で初めて見る人が結構いっぱいいたって。だから普段はそんなにこう現場とかには現れないけど、生誕祭だということで駆けつけてくれた隠れ村民の方がいたのかな。うん、そうかも。でも隠れずによかったら直接お話もさせてくださいよかったらですけど、まあ確かに私もそういうなんか、なんだろう、たくさんの人が集まるところに行ってっていう勇気とかはないし、まあ普通にね高いし、だからまあいろいろなものと相談する必要があるんですけど、よかったら会いに来てくださいね。待ってますのでなら全然、本当に少量ならというか、もうちょっとお会いできただけでもう私は嬉しいので。ねえ、でも私のサイリウムは3色で3本持たないといけないのに、結構3本持ってくださってる方がねいっぱいで、あー嬉しいなーって。持つの大変でしょ。だしさ、コールもめっちゃ頑張ってさ、大きい声出してくれたりさ、そう、2部が始まる前とかもさ
常連の復唱をみんなでねしてくれたりとかね本当に本当に嬉しくって、袖で聞いててね、ありがとね。3色途中で色が変わってしまうと焦ります。いやそうだよね、3色も持ってたらちょっとポチってボタンね押しちゃって、まるで押し変した人みたいになるからね。サイリウム3本連結するバンド、あ、買いました。あーそうだね、それはとても便利グッズだ。条例しっかり聞こえてた、聞こえてたよ。復習は楽しかった、よかった、感動しました。確かに、そうそう、声出しができてから初めての生誕祭だったんですよ。そうだからファンの方もね、去年の生誕祭の時は声出しができなかったからすごい大きく手を手拍子いただいてたりとかしてたけど、今回みんなもね声出せるということで嬉しい。やっぱりコールとかが大きいとメンバーもなんかすごいよっしゃーって多分なってるから、よかったらもう、でも本当にほぼジムみたいなね、みんな運動しに来てるみたいなお客さんとしてごゆっくり見てってくださいっていうよりかは、なんか一緒になってすごいさ、きっと体力めっちゃ使ってくれてるからさ、ありがとうね。うん、あ、山中湖来てくれる、嬉しい、ね、山中湖行くの楽しみ。去年もさ出させていただいたんだけどさ、え、でもね、あの静岡県なんですけど、あれそうだよね、山梨だっけ静岡だっけ、山中湖って際どいところかな。そうなんかね、ご飯ねみんなで行ったんだけど、でもあれなんですよ、そう爽やかに行けなくって、爽やか行きたいって、でもやっぱ混んでるかな、あ山梨か、境界線のところね、静岡山梨静岡山梨やりたいやりたいな、爽やか行きたい。アウトレットもなんかやっぱり県外ね行きたいですね。旅行とか本当にできなくって、やっぱりこう結構スケジュールがキンキンに決まったりするので、まあ旅行ではないですけど、もちろんお仕事なのででもフェスとかでそういうね行けたりすると、ちょっと合間時間とかください、スタッフさん、行ってすぐ帰るよじゃなくて、ちょっと時間をくださいスタッフさん。でも混んでるかな、やっぱりだっていろんなアイドルさんが来るわけだし、うん、混みそうだね。うん、物理的な人混みは別にまあなんかさほどの長時間ではなければいけるんですけど、うん、あでも酸素とか薄くなるのかな。でもそういう時にやっぱり緑があるから大丈夫なのか。だってもう山中湖ってめっちゃ山だもんね、緑が。そう頑張ってもらって、なんか理科の実験とかでもさやったじゃない、小学校だっけ、こう植物にさ
なんかかぶせて、そうそう、酸素、二酸化炭素をこう入れて濃度を測るみたいなやつで、しばらく経ったら酸素の濃度が増えてて二酸化炭素が減った、つまり二酸化炭素でその植物は酸素を生み出しましたみたいな。私その時感動しちゃって、ああ私は人間だから酸素を吸って二酸化炭素を吐き出してるんだってでもその分酸素、その植物たちが頑張ってくれてるんだなって、だからあなんか家にちょっと植物置こうかなって、てか足りるのかなこの世の中の酸素は、その今の植物たちにで大丈夫かなとか結構心配してたんだけど、まあ今のところ結構なんとかなってそう。何言ってんのいやいや思いませんか、なんか理科の実験からさ考えさせられることってやっぱありますよね。うん、あるある。そう、もう全力で植物を応援してて、ハルル人間なの心配だ。え、いや私さ、そうそう、だから人間だったんですよね、私も着々と人として歩みがあって、なんかどこか信じてない部分があったんだけど、信じたくない部分とも言えるんでしょうか、なんかどこかで私は人間じゃないはず、なんか何歳になったらなんか何一人だけなんかトサカが生えてくるというか可能性がねあると思ってたんだけど、でもなんかなさそうなんだよね、だから認めざるを得ないんですよ。プテラノドンとかかもしれないじゃん。ついていけんいやいや、え、あのふざけてるんじゃないんですよ、あのね、そうふざけてはないの、こんなに真面目な顔ティラノサウルスがいい。あでもちょっとなんか王道じゃない、ティラノサウルスは。まあなんかさ生まれてきてさ、あなたは人間ですってさ周りの人にはそう言われてきたかもしれないけどさ、その証拠がないじゃないですか。証拠っていうかなんかなんて言うんだろう、なんかわかんないじゃん。私はもう自分の中でその今19歳で年をねこう大人の人がいつからか多分何歳だよとか言ってくれてから自分でも1歳ずつ数え始めてるけど、もしかしたらのもしかしたらで本当は実はその30歳かもしれないじゃん。実は30歳なんだけど、でもそのなんかだからマイナス11か、そうそうそう、だから本当は11年経ってるのにあなたは今生まれてきた存在ですみたいな感じでそのもう洗脳されてる可能性もなくはない、まあ、11年はさすがにあれかな、身も心も育ってるから飛び級があったかもしれないですしね。まあなくはないよね。だからやっぱり大きくなってからちゃんと自分のことをその確かめるということは大切だと思うんですよ。そう、だから
まあ市役所とかに一回行って自分のこうなんかなんていうんですか、住民票っていうのかな、なんかこう今一度確認してみるきっかけがねあったらいいかも。二十歳の時にしたらいいかな。もっと若いかもよ。そうそう、もっと若い説もあるよね。私もそう思う。っていうかさ、その私ね、何度もこれスタッフさんにも言ったことがあるんだけど、その私のこう名前とか個人情報とかもそのオーディションの時の書類審査の時に書いた情報のままなんですよ。だからそのもう加入して5年経つけど、市役所とかには確認はしてないんだって。まあできないのかな、それ。そうか、だから私の名前が本当に小越遥だという確認を多分取ってないから、これもしかしたら、そうそうね、私が書き間違えたり、まあ、書き間違えてるっていうか、まあそんなあの別に嘘つく理由がないですけど、でも小越遥じゃない説もあるじゃないですか。ま、私の場合はね本当に正直に書いたんですよ。だし年齢とかも、まあオーディションの時に書いたけど、そうね、本当にだから「あなたは誰?」ってそうよ。だから皆さんが今信じて見てくれてる小越遥だと信じて、信じてっていうかもうそれが当たり前だとして見ているこの私の姿、もしかしたら違うかもしれない、可能性もゼロではないみたいな、なんかそういうこと考えるのが好きなんですよね。でももしかしたら他のメンバーもそうかもよ。だって私はそうそう、大塚七海をが大塚七海だと、あの人は自称大塚七海なだけであって、もう本当に大塚七海なのかはわからないんですよ。誰も誰にもわからない、自称大塚七海なんですね。そうほんとは小塚三陸さんかもしれないじゃないですか。小塚三陸、大塚七海、そう、まあ私も自称小越遥なんですよね。そう、八回かもしれない、あ確かに小塚八回、小野塚八回さんとかかっこよくない？そうですよ。だからまあ世の中こう疑いようもない部分というか、それが当たり前だと思い込んでるんだけど、思い込んでるだけで実は全然違ったりとかも、誰も気づいてないだけであるかもしれないですよね。めっちゃ英語で話しちゃってるけど、ちょっと怖いですねそんなことあったら。ここまでやってきてさあ、実は違いました名前なんて言ったらちょっと戸惑いますよね。当たり前って誰が決めたんだろうね。そうだね。そうだよ、本当に深いな。だからやっぱり自分の目とかで自分でこう確かめるっていうの大事ですよ。みんながこう言ってたから当たり前にそうっていう方が、まあね、こう文学的なこう近道にはなってたりするんだけど、文学的？わかんないですね。人々のこう
発達発展の。でもやっぱり自分でもう一回ちゃんと確かめてみるっていうことによってね、再発見があるかもしれないですし、まあそういうたまにこう視野をね、別なところにこう視野を広げるって難しいかもしれないけど、こうちょっとずらしてみるとかありかもしれないですよ。何の話してんの本当に。なんか忘れてる、最近自分がアイドルだっていうことを忘れてる。なんか人間としてみんなと話してる。なんかもうちょっとこう同じ世界線じゃないようなアイドルになってみたかったものなんですけれども、なんかまああいにくの雨なので、雨のせいにしちゃいけないですね。そう、親近感系アイドル、親近感強め系アイドルなんで。そう、あでもあまりにもね、なんかそこら辺のなんかそこら辺に歩いてる人みたいになってる、ちょっとあれなので、何言ってんだろうか。そう、人間演じるの疲れた。疲れた。やっぱなんか人間ってさ、喜怒哀楽とかさ、感情のこうね波があったりとか、なんか特に協調性とかね大事だから、人間疲れるよね。そう。いやまあ人間ね、演じてて楽しいのはあるけど、やっぱね後からドッとくるかもしれない。記事に戻るか。そうね、そろそろ本当の姿に戻ろうかなとも思ってて、ピヨシレットイヤホン つけてるけど、じゃあ歌いますか。そう、あでもそう、つけたものはいいんだけどさ、果たしてあの充電があるのかしらって思って、あちょっと充電が今ね 44% なので、ちょっとは歌えるかもしれないですけど、そもそもこの配信を、何時までやろうかっていうところもあるんですが、そのいかがでしょうか、いかがでしょうか。なんか歌う曲あるかしら、いつか正体わかるといいな、わかるといいね。いやもうちょっとね、なんか儚い存在になりたかったんですよね、私も。でも結構ずっしりといるから、もっとこうふわふわっとね、こうどこかに行ってしまいそうな妖精さんみたいなね、そうアイドルになりたかったんだけど、割とね本当にねドスンとかた、なんか構えてる、なんかそう本当にもうちょっと透けてほしいよね、透明感、透明感。どうしようかな。これにしよう。いきます。
騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり言ってる。真面目な顔をお互いするだけでなんだか恥ずかしくなる。ハッシュタグ選挙のね曲だったもんね。この時私はまだ加入してませんが、テレビで見てました。あれしてないよね。してないよ。すごいめっちゃいい曲だわ。現代の言葉も取り入れて胸に刺さりますね。
しよう。いきまーす。ピッ。動かしちゃった。なにかがいるよ。ハトさんありがとう。すいません、ちょっと高音がこの感じだとめっちゃ音痴になっちゃった。充電大丈夫かしら。大丈夫だと願って。よっ
12秒でした。あとは何だろうな。これにしよう。まで
し相手は冷蔵庫でした。でした。私さ、残酷な雨やってみたいんだよね。歌えるかな。でもいつも聴いてるから歌えるかも。あれ、私ショールームで歌ったことあったっけ。私さ、いつかやってみたい曲なんです。セリフのところとかでも言えないかも。あれさ、すごいよね。公園でさ、セリフ言っててさ、噛んだらなんか空気感やばそう。でも歌えるかしら。森で道に迷ってた深い霧の中現れた君。こんな真夜中に巡り合ったのは戦で傷つき追われたプリンスよ。僕の名はエドワード、
もしやるってなっても絶対さあ、2番目の人がいいな。さあ剣を持て、さあ剣を持て、唇を重ねるがごとく、唇を重ねるがごとく、愛を貫け、愛を。絶対2番目の人じゃないと言えないわ。なんか緊張しちゃうね、すごいと思う。なんかしかもめっちゃさ向き合うしさ、なんかギュってするじゃん最後。なんか感想、あ、なんか唇を重ねるがこと、愛を貫け、愛を貫け、ギュってするじゃんメンバーとさ。そのでもゾーンに入ったらできるんですかね。どうだろうか、どうなんだろうか。次の曲、春の制服スカート揺らしガードレールはぴょんと飛んで、君は全力走っていくよ、風は後から追いかけていくよ。どうしてこんなに眩しいんだろう、どうしてこんなに切ないんだろう、僕はきっと恋をしている。桜舞う日差しの通学路、何にも始まる。
りじゃ相変わらず続きませんね。よし、じゃあそろそろ。今何時なんだろうか。振り返ったら青春、チクタクチクタク。なう。お、22時11分6秒、ありがとう。そうかそうか、そうかそうかって何半くらいまでやろうかな。じゃあ充電しよう。携帯のね充電が本当にすぐなくなっちゃう。よし、19歳マジでお仕事頑張るわ、本当に本当に頑張る。お疲れ様です。お疲れ、ありがとう。急にわかる、急頑張ってほしい。頑張るね本当に。もうリカさん卒業しちゃうからさ、マジでね、私たち頑張んないとっていうか、なんかいろいろやらせていただいてるのでちょっと頑張んないと。なので自分でねいろいろ掴み取ってこれるように頑張るので、皆さん応援しててください。ねえ、うん、青春。陽キャメール来ました。あ、嬉しい、メール届いた。一人陽キャメール来たそうだよ、一人陽キャメール。なんか本当にそう、リカさんがさ生誕祭のお手紙でさ書いてくださってたことがもう本当にぐっときたどころではない。もういやマジで頑張ろう、頑張らないと、頑張ろうっていうかもう頑張らないとって感じです。見ててね。明日って何曜日だ。明日は、あ、昨日が公演で日曜だったから今日は月曜日で、明日が火曜日か。明日は火曜日なんですね。1週間早いな。なんかこの前も火曜日だった気がする。期待しかありません。ありがとうございます。チューンズデイ。チューンズデイ。デイデイ。感情こそが青春。振り返ったら青春。明日は生ゴミの日です、うちでは地域ごとにねありますもんね。そうですか、じゃあ忘れずに、絶対忘れずに。初見です、こんにちは初見さん、ありがとうございます。あ、同じです、だって仲間だよ生ゴミの日絶対忘れずにね本当に。初見さんこんばんは、ぜひよかったらフォローしてまた配信見に来てください。小越はるかです。
覚えはるかでした。布団薄くしたいんだった、忘れてた。そう、私でも寝相いいんですよ。昔は寝相悪かったんですけど、大きくなるにつれて寝相がすごくよくって、だから布団を蹴っ飛ばすとかないんですけど、だから暑いんですよね。そう、暑くても多分布団は蹴っ飛ばさない。そう、なんかさ、初めてさ、なんていうの、お父さんとお母さんとさ、今までは寝てたのに、その巣立つというか、自分の部屋にベッドを買ってもらってっていう時が、そう、何歳、小3とかそのくらいだったんだけど、これ平均的にはどうなんですかね、みんなどのくらいなんだ。なんかその時はもうベッドから落ちるんじゃないかっていうことをとても懸念されてたんだけど、でもなんか落ちなかったです。意外と私って寝相いいんだなって。でも昔はね、すごい、もうなんか聞く話によると、すごいもうお母さんのこととかめっちゃもう蹴っ飛ばしちゃってたりとか、あとまあなんか起きたらその足元、頭と足が逆転してたりとか、起きたらそのなんか枕より上に行ってたりすることがよくあったんだけど、最近はそれがなくって、そうそう、結構元気なんだよね。ん？元気なんだよねって今めっちゃ適当に喋ったらこうなっちゃった。静か、おとなしい、落ち着きがもたらされた。そうそう、なんでなんだろうね、子供の時って。あれかな、赤ちゃんの時って逆さまにいるんだっけ、お母さんの中の中で。頭が下なんだっけ、あれ、いや、え、どうなんだ、あ、そっか、逆さまにいるんだっけ。あ、でも横だから関係ないよね、多分寝てる時って横だから。え、どういう感じなんだろう。でもさ、たまにさ、ベッドじゃなくてソファーで寝たくなっちゃう時ありませんか。なんかソファーの方がちょっとひんやりしてて、まあ素材にもよるか、でもなんかちょっとそのソファーのこう、なんていうの、若干ベッドよりも不安定具合が、そこで寝たくなっちゃう時ありませんか。お昼寝は私ソファーの方が好きで、なんか布団でお昼寝すると起き上がれなくって、私二度寝すると本当に寝起き悪くって、お昼寝するとね、めっちゃ寝起き悪いの。もうなんか朝だったらめちゃめちゃ寝起きいいんだけど、なんかね、車両移動の中とかで寝てて起きると本当に起き、なんかもう辛くって、なんかうわー、でもすぐ降りないとじゃん、新幹線とかさ。新幹線はまだあれだけど、車の移動の時とかめっちゃ揺れも激しい中、もう首をめっちゃ、なんか私寝てる時首がすごいガタンガタン言ってるらしくって、そうそう、全部力抜けちゃって、首ね、寝違えたりするし。で、なんかそう、昨日も公園の昼夜の間に、普段寝ないんだけど、さすがに疲れたと思ってちょっと寝ようと思ってたんだけど、ちょっと寝てたら本当に夜公演前の寝起きがもう一人でめっちゃ、ううダメだ、もうダメだみたいななってたから。そう、やっぱり私は、でもだからといって夜から朝にかけてぐっすり眠るわけでもなく、最近めっちゃ4時半に目覚めちゃうの。
4時半とか5時とかに目覚めちゃうし、昨日なんてなんかそうでも昨日はその寝落ちたって言ってたじゃん、それで ZOZO かけなかったんだけど、1時とかに起きて、でも1時に目が覚めた時に朝だと思ったもん。あ、やばい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 、朝まで寝ちゃったって思ったら1時だったんですよ。だから多分体がね、もうなんかやばいと思う。ハルルンおばあちゃん説、おばあちゃんなのかなこれって、もしかしてやば、やべやべやべ。でも理想はやっぱり1時までに寝て7時半とかに起きるのがなんかいい生活、自分的になんか早寝早起きで、なんていうの、10時から6時とかだとちょっともう非現実的なんだ気がするんですけど、1時から7時半とかだとなんかいけるっちゃいけるかな。いや、いけないんだけどさ、うん、でもなんか朝ちゃんと起きるの結構好きかも。なんか朝起きた時が私一番一日の中で好きかも、意外と。夕方も好きだけど、夕方も好き、なんか朝その一回リセットできた感じというか、寝ると私割と何でも解決するの匂い好き。確かに朝はね、空気が綺麗だったりとかもしますもんね。そう、でもお肌のゴールデンタイムは夜の10時から深夜2時、そこで寝てることが結構大事らしいですよ。絶対無理なんだけど言われるけどさ、なんかでも1時に寝ても多分睡眠がちゃんとさ深くなるのにさ、1時間で足りるのかな、足りないと思う。私ベッドに入ったのが1時だとして2時に熟睡してることはないかも。だからやばいよ、もう寝なきゃ、もう寝なきゃ絶対寝れない。これからだってまあ何かすることはないけど、とりあえずなんかぼーっとするじゃん。そうそう。まあなんか適当に SNS を見たり、まあみんなにメール送ったり、まあ眠れないんですよね、もう。そうよ。だしさっき寝てたから、ほらもう上に寝てたって書いた。そうだ、思い出した、私この配信する前直前まで寝てたんですよ。だから何時間寝た？でもそんなに寝てないかな。夕方からで起きたらママが帰ってきてた。っていうか眠りにつきそうな時に弟とパパも帰ってきてた気がする。でも眠たくってもうそのまま夢の中だったから、何時に寝て、夕方から寝てたの。そう、夜寝れなそうだからやばいよね。なんか夜の睡眠時間がめっちゃ短くって、ここ最近普通に生活習慣がもうやばくって、だから本来なら私も4公演やってめちゃめちゃ体調崩してるはずなんだけど、まあ奇跡的に今は元気。
今日こそでも一旦ちゃんと寝る。まあ2時までには絶対寝る。うん、いくら眠れなかったとしても2時までには寝てやろうという気持ち。はい、頑張ります。ですかね。そんなこんなでもしかしてもうちょっとで時間になるのでは。壇上の皆さんをお呼びしようかな。そうだね、とりあえず布団に入る。頑張る。26分なり、ありがとう。26分って言っちゃった。いきますね。13位ストーンさん、12位まじめちゃんさん、11位イカッチさん、10位ふっちゃんさん、9位ふみのんさん、8位ゲコタさん、7位おしょうさん、6位としやさん、5位ゆららさん、4位てっちゃんさん、3位マーチさん、2位かんくろうさん、1位ひよぽんさんです。はい、ありがとうございます。皆様いつもありがとうございます。配信ありがてい、ありがとね。また見に来てくださいね。初見の方とかよかったらフォローをしてくださいね。配信ありがとう、こちらこそありがとうございます。なんか元気出ました、よかった。そう言ってもらえて何よりです。コンサートレッスン頑張ってね、ありがとね。頑張るね、どうなることやらなんだけど頑張るね。頑張ろう。決済も忘れずに、あ、そうだ、おしゃべり会せっかく申し込んでくれたのに決済を忘れて会いに行けましぇんみたいな感じにならないようにお願いします。待ってます。体調に気をつけてください。ありがとう、みんなもね体調に気をつけて。昼コンサート先行外れたから申し込む、あ、そうだね、今一般受付やってるんだよね確か。ぜひぜひ待ってます。コンサート NGT の夏は暑いぜ、なので一般当てるぞ、待ってるね。頑張ろうね、仕事行きますね、行ってらっしゃい、頑張って、ゆっくり休んでね。ありがとうね、優しいね。じゃあ、ありがとうございました。おやすみなさい、皆さん良い夢を。またね、バイバーイ。